久保さん、久保さんもやっぱ覚えてますか南の帝王のあのシーン <laughs>。まあ、あの、まあ僕もね、あの、社長だった時従業員の給料払えなくなって、新橋の、新橋の ATM、無人くん回りましたね。未だに覚えてますね。てか一、一生忘れないでしょうね。うーん。 なんかそのお金ってやっぱ降ってこないんですよね。やっぱなんか給料をもらう側と給料を払う側がこれだけの差があるのかと責任の差が。でもあれを経験できたんで僕は良かったですね。給料をもらう側の責任と給料を払う側の責任のこの隔たる壁うーんこんなにすごい責任の重さがあるのかっていうのを、まあ、感じれる人って本当に一部の人間しかいないと思うんですね。 一部の人間って何かっていうと社長ですよね。2000人の従業員がいて、1万人の従業員がいても社長は一人ですから。うん、だからそれを経験できたっていうのは、他の人は経験できないわけじゃないですか。それはね、僕のすごく今の、うん、マインドの形成で大きな軸になってますね。うん、あの経験があったからこの4年も乗り越えられてんじゃないかなと思いますね。 うん、だからまあまとめると、まあ、人が経験してないことを経験すると強くなれるよっていう、うん、今経験値が少ない理由っていつも通りの経験しかしてないからですよねいつも通り会社行っていつも通り帰ってきたらリモコンつけてテレビつけていつも通り酒飲んで寝るこれで人より収入を上げるとかね人と違う人生を送るってことは不可能に近いですね てか不可能です、ね、うんそれで可能な人がいるとするならば、まあ、奇跡的な確率じゃないですかうんだか久保さんもマージャンの経験しかなかったらまあ今のね家もないしね息子さんもいないだろうし結婚もないだろうしうんそれは違う経験をしたからだと思いますけどねいってらっしゃい